おはようございます。超いい天気。コーヒー入れようっと。どれ出した後、これ、うん、来た感じする。ちょっと散歩に行ってくる。やい、カレー見に来た。大丈夫かな。ここがちょっとポストオフィスの、あ、ここの裏から入れてるんだ、郵便。このパン屋の裏から。ね、もう可愛らしい。一応席はここにあるって感じ。近所散歩してて、よいしょ、ちょっと準備して出かける。ここから車でまたネルソンって町に行く。今10時半ぐらいで、もうすでに気温が23度ぐらいある。さすが BC、 あったかい。あ、本当だ。湖に着いた。うん、あそこビーチだ。ほら、人がいるね。あ、いいよ、いいよね、目の前が湖。うんうんうん。なんかコードとか綺麗に引っ掛けられそう。洋服とかカバンとかよくレストランとかになんかある柱にあるみたいな感じ。あ、あそこか。みんなご飯食べてる。あ、でもこれ1階いいね。ここ1階の人たち。これ1階の人しか使えないよね、多分。そうだね。ベランダあるけど。うん。Google で、なんか、ここのネルソンレストランって、一応2位のレストランって、あそこが。で、写真見たら、レイクビューで素敵だなと思う。こういう感じか。さっきまで湖沿いを歩いてて、今はダウンタウンの方に向かって歩いて、ちょっとダウンタウンの見どころみたいなところちょっとプラプラして
来ようとしてこようと思います。お見事。一応ああいうところのパティオのレストラン高台だから湖見えるって感じなのかな。この先にいい感じだ、この雰囲気が、ね、この先にパティオがあって湖見えるみたいな。学園祭ぐらいの料理にしか見えないでもさ、一応マーケットイズあ、何エコソサエティなんかさ、全部いろいろグルテンフリーですとか、これはオーガニックですとか、デイリーフリーですとかさ、いろいろ書いてある。お店とかもあるじゃない、うん、そこでローカルビール作ってるみたいだから、地味に行く。あのグラスとか、これがビールなの？ビールにソーダシロップだ、こういうやつね。これに入れてくれるのかな、買ったら。かわいいね。これかわいいなと思った。これレカスターで8ドルぐらいで売ってたよ。1個で？うん。でもこういうやつでそれぐらいしない？なんか。You have so many. So I can't really.Non-alcohol? What are you talking about? Yeah, the soda is also made here. I have drivers. Yeah, right. Maybe, yeah, maybe. You want a glass of soda? No, yeah, it's a soda. It's just a soda. Can I have number three? The fruit tail end? Yeah, it's squeezy. And yeah, number two and six and eight.なんか飲む？炭酸とか。それかお水もらう？これで一個頼む。え？だって。でもなんかそしたらグラスのソーダ欲しいって聞かれて、あ、ピッツビルしてもいこうじゃん。そうか、俺もね、すいません。 Thank you. We have big squeezy crimson blondes on the wood. Thank you. And would you like a glass of shot? No? Or maybe water?ただ全部飲めないよ、ヒロコさん。そうだけど、味見たいじゃん。あ、フルーティー。なんか3ビールのママがあって、ジャグに番号が書いてある。あったかいプレッツェル頼んじゃった。これがハニーマスタードで、こっちがなんかビールのチーズのソースって言った。めっちゃあったかい。熱Is this the one?
one, like a number two one, like a same one? Number two, yeah. Oh, that's a Crimson Entourage. Yeah. Can I have that, please? Thank you very much. I'm gonna go watch it. 今ブリュワリーで、ビールの試飲して、試飲みたいな、試飲のメニュー頼んで、飲んで、それでそのうちの1個のビールが缶で売ってたから、それを買って、今からまた、今からスーパー向かって、ご飯の材料とか買って、宿に戻ります。ホミ運転しなきゃいけないから、私だけ飲んだ。ごめんね、ホミ。ありがとう、ホミ。うん、大好き、ホミ。うん、よかった。ありがとう。ホミに、車の中では絶対ゲロるなって言われた。車の中では絶対ゲロるなって言われた。多分ゲロれないだよな。プレッツェルしか出てこないし。今日プレッツェルしか食べてないし。でもお酒も一緒に出てくるかも。あ、もうお酒も、まあ、水分は出てくるかもしれない。水分は出てくるかもしれないけど。絶対ね。ちょっとでも輪だったらもうすぐ止めるから。分かった。こう開けてくしかないが。いや大丈夫、あの私の車でもあるから。私も気にしてます。でもコントロールできない。あ、コントロール、確かコントロールは難しいよ、なかなか。なんかもう来たらと思ったらもういきなり来ちゃうからね。いいんだけど、なんかいきなり倒れたりさ、いきなり入ったり。あ、いきなり。でも倒れるの最近なくない？多分年末年始頃ちょっとさ貧血気味だったからさ、それで倒れたけど、最近倒れるはなくない？あん時本当になんだろう、ちょっとなんかお酒入っただけですぐ倒れちゃった。はあ、でもともと車止めてこのセイボンフードのスーパーに入る。あ、バーベキュー魚でもいいね、肉じゃなくて。これはこのポークバーベキュー用で、もうシーズンもしてあって、アンクックでもうクックするだけ、スペシャルで8ドル。これにする？じゃあこれで決まりじゃん。フォークだよ、これフォークだけどいい？フォークだけどいい？これはチキン、これも買っとく。2ドル2ドル20ドル。じゃあもうあと野菜だけだよ。これそんな少ないよ。え、肉こんな結構大きいよ、だって。これセールになってないけどさ、これ絶対美味しいやつなんだよ。なんかスポンジケーキみたいなフルーツが入ってて、なんか生クリーム入っててすくって食べるみたいなやつなんだけど、めっちゃ美味しい。セールになってないけど美味しい、絶対美味しい。あ、でもこの辺セールだ。なんか買ってもいい？今酔っ払ってるからすげえ遅そうに見えちゃってるのかな。でも明日ちょっと不満だからこそちょっとお腹が空いてる。そうね。あ、でも明日食べてもいいですね。まあ、だってこれ3ドル49だよ。どれがいいかな。アップル、ラズベリー、チェリー。あー、何がいいかな。ラズベリー、でもどれがラズベリーだろう。あ、これがラズベリーか。これは？これアップルかな。アップルがいいかな。もう別に持って帰って、明日食べてもいいし、持って帰ってもいいし、全然。でもね、これも食べたいけど、バナナロールも食べたいんだよね。ゲゲゲ、パイとかもめっちゃうまそう。そんな買う？まあ、でもいいんだけど。このバナナ、でもいいか。これはじゃあ、これは今度にするわ。うん。これがあれば、うん、あ、このパンとかもめっちゃうまそうなんだけど、でこのパンとかもめっちゃうまそうなんだけど、うちの近所にはこんないろんなナッツとか入ってるのはないよ。えのき売ってる。えのきいいんじゃない。ほみ、えのきいいんじゃない。宿にだって醤油もあったし、オイルもあったし、これホイルもあったし、いいじゃん。これ外していいんじゃない？もういいんじゃない？でも外す必要ってある。
4個で27ドン、うん、重さじゃないし4個食べればいいじゃん。ダメ、食べなかったら持って帰ればいいじゃん。飛行機乗るわけじゃないから。でもこれぐらいでいいからね。まあそうだね、うん、デザートもあるし飲み物もあるし、トレーニング中だって大丈夫。今スーパーでの買い物も終わってで宿に戻ります。もうあとはそしたらもう宿に戻ったらホミも飲むからもうこれでそのまま宿にずっと一日ゆっくりいるって感じ。そう戻る前にすっかり忘れてたけどガソリンを入れて、そう朝ホミにガソリン今日帰り入れてって頼んでたんだった。今すっかり忘れた、目をバレてたしもそうだけど、まあ、ガス入れてもらって、まあ、その間にパイ1個食べちゃおっかな。アップルパイ、あいい匂い。ビール飲んだからなんかさっきよりもうさらにお腹空いちゃった。ちょっとうとうとするかと思われますけどよろしいでしょうか。ありがとうございます。ゲロらないで大丈夫ですよ。でも一応うとうとして寝た後にゲロ、あ確かにね、ゲロみたいなね、ゲロが怖い、うん、ゲロは多分寝起きゲロの方が怖い寝起きゲロは怖いと。じゃあ寝続けときは、そしたらゲロしないだろうし、うん、ついてから降りてパッと出す。はいはいはい、そうします。うとうとしてるうちに家に着いた。まだパソコンが、まだ携帯が、ちょっと雨降ってる。まだ携帯が道案内してくれてる。ただいま、本読みながらソファでダラダラしてたらみんな全部ご飯作ってくれた。ありがとう本民。あ、アルミホイルでやればよかったのに。えのき、普通かな、こうしたけど、うん、すごいバーベキューグリルでいろいろ焼いてくれた。ありがとうホミー、お腹すいた、すごいいい匂いする、ありがとうね。こんな感じ、うん、なんかお酒じゃなくてこれアールグレー飲んでる、うん、おいしい。肉焼けた、うん、ポーク、火通ってる、うん、通ってるよ、ちゃんと。ありがとう。うん、えのき、ありがとうね、ほんとに。これ結構しょっぱい、塩気がすごいな。本当、うん、沈みがしっかり、しょっぱいけど美味しい。なんか雨降ってないけどさっきからすごい雷が鳴ってる。ホミがえのきのおかわり持ってきてくれた。
トウモロコシが入ってるけど、うん、大丈夫大丈夫だよいい寝転がってたらホミンがコーヒー入れてくれて、あとデザート持ってきてくれた。でもスプーンでカール持ってきても洗ってないじゃん、それ洗ってないじゃん、それそう、さっきトウモロコシも焼いて食べさせてくれたけど、めんどくさく、あのちょっとその時カメラが手元になくて、まあ、カメラ撮らなかったけど。ゴミのことをさ、何ゴミのも勝手に使おう、使い回ってるの10個ぐらいしかないいや、ナタリーもだよもう、もうちょっと固めてるけど、はい、うん、美味しそうじゃん、うん、うん、いただきます。ありがとう、コーヒーこれ絶対おいしい。これを手作りで作ってくれたカナディアの人が見て、昔すごい美味しかった。なんか何のケーキこれ、スポンジケーキとカスタードとかフルーツとか生クリームとか全部、うん、美味しい。さっきゴロゴロしてる間になんか雨降ってたで、ゴロゴロ、お腹いっぱい食べてゴロゴロして YouTube 見たりとかいろいろして、今ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ散歩に行こうとしてる。雲がめっちゃ綺麗。